アサマ山荘事件、または、アサマ山荘事件は、1972年2月19日から2月28日に、かけて、河合楽器製作所の保養所、アサマ山荘において、連合赤軍が人質を取って立てこもった事件である。1972年2月19日、日本の新左翼組織連合赤軍のメンバー5人が、管理人の妻を人質に、アサマ山荘に立てこもった。 三層包囲した警視庁機動隊及び長野県警察機動隊が人質救出作戦を行うが難航し死者3名、重軽傷者27名を出した。10日目の2月28日に部隊が強行突入し、人質を無事救出、犯人5名は全員逮捕された。人質は219時間監禁されており、 警察が包囲する中での人質事件としては日本最長記録である。国間の環境における警察と犯人との攻防、血まみれで搬送される団員、鉄球での山荘破壊など衝撃的な経過がテレビで生中継され注目を集めた。2月28日の総世帯視聴率は調査開始以来最高の数値を記録し、18時26分には民放、 日本放送協会を合わせて視聴率89.7%に達した。同日の NHK の報道特別番組は平均50.8%の視聴率を記録した。これは事件から45年以上が経過した現在でも報道特別番組の視聴率に本記録である。事件の舞台となった浅間山荘は当時軽井沢保養所浅間山荘という名前で、 カワイ楽器製作所健康保険組合が所有しており、現在の軽井沢レイクニュータウン内にあった。軽井沢レイクニュータウンは1962年より、開発が始まったリゾート別荘地で多くのホテルが立ち並び、1963年には軽井沢湖という湖も完成し人気を博したが、山奥ということもあり、競合するリゾート地が現れ始めると徐々に下火となっていった。 現在は、当時の開発区域の一部だけが残っており、2007年には、軽井沢湖のほとりに軽井沢レイクガーデンという、英国式庭園が開業したが、かつてほどの賑わいはなく山奥の静かな別荘地として、存続している。1970年代初頭、連合赤軍の前身である、日本共産党神奈川県委員会及び、共産主義者同盟赤軍派の両派は、 それぞれ銀行に対する連続強盗事件ともか、銃砲店襲撃事件を起こして、資金や銃、弾薬を入手し、得意かつ凶暴な犯行を繰り返しながら、逃走を続けていた。これに対し警察は、都市部で徹底した職務質問やアパートの居住者に対するローラー作戦を行いながら、総力を挙げてその行方を追っていた。一方、一連の学園紛争が終焉を迎えた。 当時にあって、マスコミ関係者の間でも一部の公安担当記者らを除いては、両組織の存在すら知られていなかった。警察に追われていた両派のメンバーは、群馬県の山岳地帯に、警察の目を逃れるための拠点として、山岳ベースを構え、連合赤軍を旗揚げした。潜伏して、逃避業を続けていたが、間もなく警察の山狩りが開始された上、 外部からの援助なども断たれたため、組織の疲弊が進む。1971年の年末から、山岳ベースにおいて、銃による殲滅戦を行う、共産主義化された、革命戦士になるための、総括の必要性が最高幹部の森爪親永田、陽子によって提示され、仲間内で、相手の人格にまで踏み込んだ、自己批判と相互批判が次第にエスカレートしていき、 総括に集中させるためとして、暴行、国幹の屋外での束縛、絶食の強要などされた、結果、約2ヶ月の間に12名にも及ぶ犠牲者を出し、内部崩壊が進んでいた。同時に、群馬県警は350名を動員して、大規模な山狩りを開始しており、県内の山岳ベースで池を潜めていた、連合赤軍メンバーに対する、包囲網は迫っていた。 1972年2月15日、近隣住民から不審な火の手が上がっているとの通報を受けて駆けつけた群馬県警が春名ベースの焼け跡を発見した。妙義山ベースに潜伏中であった坂口博らは直前まで事実上の拠点として使用していた橋場見名山ベース跡地発見のニュースをラジオで知ると群馬県警察の包囲網が迫っていることを悟りメンバーに 歌唱山ベースの解体を支持するとともに、資金調達のために上京していた最高幹部の森と長田と協議するべく、東京へ向かおうとした。坂口、上垣康弘ら5人は、森、長田との合流のため東京で借りたレンタカーのライトバンで出発したが、妙義湖近くの林道で丁寧にはまり身動きが取れなく、なったところを付近を捜索していた警官2人に見つかり、 職務質問を受ける。警官らは、当初車両の脱出を手出す決していたが、指名手配されていた、坂口、上垣ら3人は、警官が目を離している暇に逃亡、残されたメンバー2人は9時間の車内での牢状の末、箇所やマベースを作った際に、国有林の木を違法伐採したとする、森林法違反容疑で逮捕された。この間に運よく、通りかかった。 工事用トラックに便乗させてもらい、ベースに戻ることができた。坂口らは、留守をしていた6人のメンバーを引き連れて、森、永田不在のまま、急遽山越えにより、群馬県を出て隣接する長野県の作詞方面へ逃げ込むことにした。長野県では、まだ警察が動員されていないと思われていたためである。同日、警察は、過唱ベース跡地も発見し、 連合赤軍メンバーの足取りを徐々に掴みつつあった。事態を受けて、当器は少人数しか配置されていなかった。軽井沢署が限られた人員を先、署長も含めた署員らが拳銃を携行して、ワミ峠で逃走者を待ち構えていたが、連合赤軍メンバーは、警察が警戒しているであろう、道路を避け、あえて急斜面の沢を伝って移動する困難なルートを選択した。 ヘリコプターやパトカーをかわしながら、雪山の道なき道を進んだ、連合赤軍は、装備の貧弱さと、厳冬期という気象条件が重なって、山中で道に迷い、軽井沢へ偶然出てしまった。なお、警戒中の警官らによって、夜間に山中を移動しているメンバーの懐中電灯の、光や夜が明けて残されていた足跡が発見されたが、 あまりにも奥深い場所であったことや足跡の周辺の雪が崩れていたことなどから、いずれも下山中の漁師だろう、前日見落とした古い足跡だと判断された。仮に両者がこの時点で接触して銃の打ち合いになっていた場合、ライフルを持つ連合赤軍に対し警察は、拳銃で野外の銃撃戦を挑まねばならず、大きな被害を出していたであろうとも言われる。一方、 都内にいた森と長田も春名山、箇所山ベース跡地が発見されたことを知って、坂口たちと合流すべく三下山ベースに向かうが、すでにベースを捨てて脱出した坂口らと入れ違いになり、2月17日に山狩りをしていた警察官に見つかり抵抗の末逮捕された。2月19日午前、山中でビバークした連合赤軍メンバーは、 上書きら4名を偵察を兼ねた食料などの買い出しに町へ派遣した。しかし、軽井沢駅の列車内で2手に分かれていた上書きグループは職務質問を受けた。一方は手製爆弾や実弾を所持しているのを見つけられて、銃刀法違反の現行犯で逮捕され、もう一方も突さに住所として答えた長野市内の地名がでたらめであることを地元出身の警官に見破られ、 逃走を試みたが逮捕される。この逮捕劇の発端は長期間入浴していなかったため悪臭を放っていたメンバーらを駅売店の店員が不審に思い、駅の助役に通報したことであった。こうして29名いた連合赤軍メンバーは、ここに至るまでに12名が山岳ベースで殺害され、4名が脱走、8名が逮捕された結果、事件発生直前には、 坂口、坂東国を、吉野画宝、加藤治武教、加藤治武教の弟の5名を残すのみとなっていた。レイクニュータウン付近のボンボリで待機していた、連合赤軍メンバーはラジオで4人の逮捕のニュースを知ると、自分たちが軽井沢にいることを悟るとともに、警察の追跡を恐れて移動を開始した。捜査人も逮捕者らが、レイクニュータウン方面から来たことを聞き込みで突き止めて、 捜査網を狭めた。ボンボリを出た連合赤軍メンバーは間もなく自分たちが別荘地の外れにいることを知る。軽井沢レイクニュータウンは当時新しい別荘地で連合赤軍の持っていた地図にはまだ記載されていなかった。2月19日の正午頃、メンバーは軽井沢レイクニュータウンにあった無人のサツキ山荘に侵入し、 台所などにあった食料を食べて休息したり、洗面や着替えをしたりしていたが、捜索中の長野県警察機動隊員一個分隊が、この建物を検索し、中に人がいることを察知すると、雨戸の外から外へ出てくるよう呼びかけた。坂口はこれに応答しないまま発砲。即座に、機動隊側も、拳銃を発砲して、これに応戦した後、吉野も参加して銃撃戦となった。 加藤治武教が坂口に対し、警察官を包囲して、パトカーを奪って逃走することを提案したが、坂口は何も答えなかったという。15時10分ごろ、現場から犯人発見と発砲を受けている、胸の緊急法が出され、軽井沢署の署長室にいた、警備第二課長の北原君命が居合わせたパトカーに、飛び乗って現場に急行した。15時20分ごろ、 メンバーは銃を乱射しながら、サツ三層を脱出し、自動車がある家を探す中で、浅間三層を発見した。この時、機動隊二人が、連合赤軍メンバーに撃たれて負傷している。最初に侵入した坂口が、管理人の妻を発見、管理人や宿泊客は外出していて、三層内は管理人の妻一人きりだった。坂口は管理人の妻に、 騒いだり逃げたりしなければ、危害を加えないと繰り返し告げ人質として立てこもる、ことにした。吉野は管理人の妻の拘束に異議を唱え、車を奪って逃げることを提案したが、坂口は管理人の妻を人質として、警察に、森と長田の釈放と浅間三層のメンバーの逃走を、保証させようと計画していた。しかし、吉野がそれに反対したため、この計画は断念されたが、 皆が食事をとっていないこと、坂口自身が絵描きに、右の靴を貸してしまっていて入ってないことを挙げて、三層にとどまる考えを示すと、坂道も同情したため、最終的に吉野が坂口の意見に折れて牢上することが決定した。坂口が車のキーの所在を人質に尋ねると、車のキーは出かけている人質の夫が持っていると、答えたために車での逃走も断念した。事件後、 車のキーは山荘の玄関で発見されたという。坂口は人質に対し、人質ではなく、助けを求めた山荘の管理人という説明を行い、以後この考えに縛られ人質を利用する考えを放棄せざるを得なくなった。警察側は人質を取られている上十分な人員が到着しておらず、また別道の連合赤軍の高動の恐れもあったため、 突入できずに説得を試みている中、連合赤軍メンバーらは、3層内にバリケードを築いていった。すでに逮捕され、本事件の勃発を知らされた。連合赤軍リーダーの森津ネオは、渋川署員に対して、警察が全員射殺をしない代わりに、自分が立てこもっているメンバーを説得して投降させる、として現地に行かせるように要求したが、その前に供述するよう要求され、 森はこれを拒否したため実現しなかったという。森はこの自身の行動を敗北主義、幸福主義として事件後に自己批判している。2月20日、朝食後、坂口、坂東吉野の3人で今後の方針を協議。吉野が警察の包囲網を強行突破することを主張したが、他の2人の反対に遭い、自説を取り下げた。 吉野は抗戦して殺害されることを念頭に置いて、このような主張をしたと逮捕後証言したという。坂口は人質を自分たちの闘争の取引に使うことを一度は提案したが、前夜人質に人質でないと説明したこと、山岳ベース事件の犠牲者への償いのためにも、警察権力と戦うしかないと考えたことから、この考えを取り下げる。坂口は、ここで徹底抗戦する。 一日でも長く銃撃戦を戦う、警察官に降伏しない、一日でも長く抗戦を続けることに意義があると発言し、坂東吉野もこれに同意した。徹底抗戦をするのなら、人質は必要ないのでは、と吉野が人質を解放する案を提案したが、坂口は身元が発覚することを理由に却下。実際は長く抗戦するためだったという。坂口が協議の結果を、 加藤兄弟にも説明した。犯人たちは山荘内の食料を集め、1ヶ月は持つと考えていた。警察は管理人から山荘には20日分の食料が備蓄されており、さらに6人分の宿泊客のために食料を買い込んでいることを聞いたため、兵浪攻めは無理と判断して、説得工作を開始した。8時40分と同46分に上空のヘリに向けて、 犯人たちが発砲。午前11時過ぎから、走行車の中より、夫や親族による人質への呼びかけが行われた。当初は人質を縛り付け、口にはハンカチを押し込んで、声が出ないようにしていたが、この日の午後、坂口が独断で縄を解いた。前日に、人質に対して人質にするつもりはないと言ったことと、人質の金幕姿が、山岳ベース事件で縛られながら、 臨時死した同士と重なったためであったという。坂口の独断による行動であったが、他のメンバーは何も言わなかった。人質も交えて、夕食。加藤亭が電気ジャーでご飯が炊き上がって、すぐ食べようとしたのを人質が、ご飯は少しそのままにしておいた方が美味しいよとたしなめ。加藤亭が素直に従いご飯が蒸れるのを待ってから、人質の、 もういいでしょうの言葉を聞いてから食べるなど犯人と人質の間でちょっとした雑談があったという。2月21日、犯人5人は、盗聴や人質から身元が割れることを警戒して、コードネームを決めた。コードネームは、坂口は、浅間、坂東は、立山、吉野は、富士山、加藤治向は、赤木、加藤亭は、霧島であった。犯人たちは、 味演説も行わず電話にも出ず、警察に何も要求せず、ただ三層に立てこもって、発砲を繰り返した。14時過ぎ、人質の夫から妻への激励の手紙や果物を差し入れたいと申し出を受け、第9機動隊隊長の大久保伊勢男警視が、丸腰で三層の玄関前に果物籠を置く。犯人らの反応はなく、籠はそのまま放置された。 犯人たちは盗聴器が仕掛けられているかもしれないとして受け取らなかった。サツキ山荘に残された指紋から吉野のものが発見され、警察は吉野と行動を共にしていた、坂口も現場にいると判断し、二人の肉親を呼び寄せていた。午後5時頃、坂口、吉野の母が到着し、説得を行う。犯人らは全員ベッドルームでこれを聞いていた。 坂口は人質に、俺の実家は花屋をしている。田舎だから村八分にされていると思うと弱気な口調で、話したという。19時、山荘内のテレビで、アメリカ合衆国ニクソン大統領の中国訪問のニュースを見た犯人らは衝撃を受ける。加藤治向は後にこの時のことを実書でこう、語っている。私や多くの仲間が武装闘争に参加しようと思ったのは、 アメリカのベトナム侵略に日本が加担することによって、ベトナム戦争が中国にまで拡大し、アジア全体を巻き込んで、ひいては世界大戦になりかねないという流れを何が何でも食い止めなければならない、と思ったからだった。私たちに武装闘争が必要と思わせた、その大前提がニクソン法中によって変わりつつあった。ここで懸命に戦うことに何の意味があるのか もはや、この戦いは未来にはつながってゆかない。そう思うと、気持ちがなえ自分がやってしまったことに対しての悔いが芽生え始めた。19時半頃、警察の阻止線を越えた男が、山荘に近づこうとしているのを発見され、逮捕される。男は、新潟市内でスナックを経営する民間人で、警察は、厳重注意の上23時20分に釈放。 2月22日午前、吉野の母が説得している最中に銃声。吉野の母がお母さんを撃てますかと言ったことに対し、吉野はさらに発砲。銃弾は吉野の母が乗る走行車に当たり跳ね返った。涙を流す吉野に、坂口は君のお母さんはインテリだからよく話すねと言い、後年後悔したという。正午頃。 画家の男と SBC の記者が警戒線を突破して山荘に近づこうとしているのを取り押さえられる騒ぎがあり、この隙に警察の包囲をすり抜けた前日の民間人の男が山荘の玄関先に現れ文化人を名乗り人質の身代わりとなることを主張。前日に大久保警視が置いた果物かごを持って内部の犯人に呼びかけ出した。警察が山荘の学生諸君。 この人は警察官ではない。民間人だから撃たないようにと呼びかける。坂口は私服警官ではないかと疑いながら監視を続け、吉野が威嚇発砲を行うが交代せず。坂口は機動隊にウインクをするなどした男にさらに不信を感じ、ついに拳銃で狙撃。男は一旦倒れたがすぐ立ち上がり、自力で階段を這い上がり、機動隊員に保護される。 警察の呼びかけに男は、ああ、いてえ、俺か俺は大丈夫だと答えていたが、実は脳内に弾が止まっており、そのご容態が悪化、3月1日に死亡した。一人目の犠牲者、14時40分ごろ、吉野と坂東の発砲により、警察官2名が負傷。超望遠レンズを持たない、長野県警の監視犯員らが現場判断で、 関東管区機動隊の特型車の後ろに隠れて、山荘に接近したところ、車両の速度と歩調が合わず、さらに凍った道路に足を取られるなどして、車体の影から露出したところを狙撃されたもので、最初に、三段で、分隊長が右膝を打たれ、さらに倒れた、分隊長を救出しようとした、駆け寄った隊員が首筋に、ライフル弾を受けた。この隊員は、一命は取り留めたものの、 口も聞けなくなるほどの重傷を負った。この失態により、警察内部の主導権争いで、長野県警の旗色が悪くなり、長野県警本部長の野中伊佐夫による判断で、爆僚弾が指揮系統を抑えるとともに、山荘周辺の警備実施は、警視庁機動隊に任せることになった。二十時十分、米中首脳会談を見せるために、あえて電気をそのままにしていた警察が、 三層の草原を立つ。三層内の部屋が真っ暗になると同時に外周に設置した投光機で三層が照らされる。三層から数発の発砲。以後、電気は切られたままだったがガスと水道は止まらなかった。23時16分、投光機の照明灯が三層から狙撃される。この日、警察が三層の玄関先にメガホンを置いて政治的主張を訴える。 よう要,要請。人質を取りながら何も要求してこない犯人を不気味に感じたためだったという。吉野が訴えるよう主張するが、坂口は黙って抵抗していくことが我々の主張となると拒否。2月23日14時過ぎ、警官隊は山荘の3階玄関前に3台の特型警備車を配備し、強行偵察を開始。16時半頃には2階風呂場に、 催涙ガス団20発が打ち込まれた。坂口はメンバーと人質にレモンを配り、人質を含めた全員が目の周囲、手の露出した部分にレモンをこすりつけた。警察は強行偵察の目的であった犯人の特定と人質の安否の確認は果たせなかった。2月24日1時頃、犯人らを眠らせないための擬音作戦が開始される。 作戦開始の合図として照明弾一発を発射する手はずとなっていたが、最初に点火した照明弾がくすぶるだけで打ち上がらないため別の照明弾を発射したところ、最初の照明弾が作動してしまい、犯人らの突撃を意味する二発の照明弾が打ち上がってしまった。この日は長野県警が現場を受け持ち、残りの部隊は休息を取る予定だったが、あてて、 緊急配備を敷いた警察は片透かしを食う。5時と6時に人質の親族による呼びかけ。人質は安心させたいからとバルコニーに立つことを要望し、吉野が顔だけでも見せてやったら良いのではないかと発言したが、坂口は拒否。さつき山荘に残された指紋から新たに坂道のものが発見され、この引く時半、坂道の母が 警察の要請に応じて現場に到着し、説得。坂東は黙って聞いていたという。正午ごろ、警察による山荘への放水が始まり、水圧で玄関のドアやバリケードが破壊される。犯人たちは散弾銃で汚染。2月25日、深夜から警察による擬音作戦と投石が行われるようになり、犯人たちは不眠に悩まされるようになる。2月26日、 前夜から濃い霧が発生していたため吉野がこれに、常時での脱走を提案。排水管や浄化槽などを調べるが脱走に利用できそうになかったため断念。9時半人質の親族が再び呼びかけ。人質が顔だけでもいいから出させてくださいと頼むが、坂口はこの日もこれを拒否。坂口は人質に、どうして命を粗末に扱うのかと問われるが、 笑って答えなかった。また、人質から自分を盾にしないこと、裁判になった際にも、自分を証人として呼ばないことを要求され、坂口はいずれも了承。坂口が人質のバッグに入っていた善光寺のお守りを人質に渡すと人質は、自分で首にかけ、ベッドに横になった。坂東が玄関右側にいる警官隊を見て、 爆弾を投げつけて倒れた警官を引っ張り込んで人質に取ろうと提案。坂口は縛り上げて北側のベランダに吊るし上げておこうと同意したが爆弾を投擲するための穴を開けることができず断念。このほか、玄関口のガス管を解放して機動隊が突入してきた時に爆破させる案も出されたが玄関口が風通しが良いことから断念された。夕方。 山岳ベース事件の犠牲者、寺岡爪和の両親が到着し、午後6時40分から呼びかけ。メンバー全員がベッドルームに集まりこれを聞いていた。寺岡の両親も警察もこの段階で、寺岡がすでに死亡していることを把握しておらず、山荘内に立てこもっているものと考えていた。聞いていた犯人のうちの誰かが、この世にいない者の,の親を呼ぶんだからなぁと発言。 坂口はこれを聞きながら、言いようのない胸の圧迫感があったという。夜、坂道がつまみ食いをするのを見たことをきっかけに、吉野が坂口と坂道に対して強い不満を抱いていたことを坂口に打ち明け、坂道に総括を要求する。坂口は、山岳ベース事件の犠牲者である吉野の妻に対する総括を求めてなだめる。最終的に坂口に促されて坂口が、自己批判。 犯人たちは人質に対して警察側にも犯人側にもつかない中立の立場でいることを要求。殺されるまで戦い抜くという坂口に人質はどうしてそんなに生命を粗末に扱うのと尋ねたが坂口が最後まで戦い抜いて死ぬことは意義あることだと答えると人質は押し黙った。犯人に促されるまま中立を守りますと言った人質ではあったが、 坂口の目には内実を伴っているように見えなかった。2月27日、この日も吉野の両親、寺岡の父による呼びかけ。午後、ラジオからの事件関係の放送がなくなる。連合赤軍事件に関する取材、報道協定が結ばれたためであった。26、27日と警察の接近行動が形ばかりのものになっていたため、 犯人たちは全員で警察の出方を協議。結論は出なかったが、明日はこれまでにない接近行動があるだろうと予測。2月28日、5時、投石が止む。9時、警察による投降勧告。同じ頃、吉野が浅間山荘の隣の芳賀山荘で数名の機動隊員が無防備で休憩しているのを発見し、散弾銃を構えたものの発砲はしなかった。 9時55分の最後通告の後、10時に、機動隊が突入を開始。10時7分、犯人による、この飛発の発砲。機動隊員の大盾にあたり、銃撃戦が始まる。同時に、警察は、門件により、山荘の玄関脇の階段の壁に、穴が開け、開いた穴に激しい放水を行う。11時27分ごろ、放水の指揮をしていた。 警視庁特化車両隊中隊長の高見重光、警部が被弾。1時間後に死亡。2人目の犠牲者。坂口はこれを、ラジオで知ったが誰が撃ったのか知らなかった。11時47分頃、第2機動隊伝令の巡査が、坂道の狙撃により左目を被弾。後に失明する。11時54分頃、第2機動隊隊長の内田直隆警視が、 万能の狙撃により被弾し午後4時1分死亡3人目の犠牲者11時56分頃3階の厨房に侵入し指揮していた第二機動隊4中隊長の警部が吉野と加藤治郷の狙撃により頭に被弾坂口は法廷で聞くまでこれを知らなかったという内田直隆警視渋滞の方はラジオを通して3層内にも伝わり人質は 銃を発砲しないでください。人を殺したりしないでください。私を盾にしてでも外に出て行ってくださいと必死に呼びかけた。これに対し坂口は動じたものの、取り合わずに洗面所側と屋根裏のメンバーに向かって、おい、上の方をやったぞと伝えた。12時30分過ぎ、警察の作戦行動が急止したため、犯人全員がベッドルームに集まり、空いた穴の応急処置、 食事。この頃には、加藤治武教はすでに繊維を喪失しており、事件が早く収束して、弟の罪がこれ以上重くならないことを望んでいたという。12時45分頃、山荘にカメラを向けていた報道陣に、坂口が威嚇発砲。新越放送の記者が被弾したことを知り、坂口は驚く。14時40分頃、厨房にたむろしていた。 機動隊を発見した吉野の震源により、坂口が鉄パイプ爆弾を投敵。第二機動隊四中隊の分隊長が右腕を砕かれる重傷を負ったほか他四名が全治数日の聴覚障害を負った。15時半ごろ、警察による放水が再開され、打ち込まれたガス弾により、催涙ガスが三層内に充満。催涙ガスにより呼吸ができなくなり、 窓を叩き割った坂口は、目の前に見える浅間さんを見て、浅間さんそうという現場の名前の由来をこの時初めて知ったという。15時58分頃、第2機動隊、第2小隊巡査2名が、坂口、坂東、吉野のいずれかの銃撃により、顔面に被弾。17時頃、機動隊がベッドルームに接近。バリケードを少しずつ排除していった。 17時20分ごろ、第9機動隊巡査が坂口と坂道の銃撃により、被弾。17時55分ごろ、第9機動隊巡査部長が、坂口、坂道、吉野の乱射により、顔面に被弾。やがて、ベッドルームの壁に穴が開けられ、28人の機動隊員が突入。18時10分ごろ、犯人一斉検挙のため戦闘を切って突入したが 旧機動隊巡査が、坂東の至近距離からの銃撃により右目に被弾、後に右目失明。その直後の機動隊突入により18時10分半人全員逮捕、人質無事解放となった。犯人たちは、報道陣の罵声を浴びながら連行された。この時、坂口は、山越で靴が破れていた上書きに靴を貸していたため、 雪の降る中を裸足で歩いていったという。加藤治夢卿は連行された時の感情を以下のように記している。後に全員が連行される際の写真を見る機会があったが、私以外の四人は顔を歪めていた。私はただ前をまっすぐ見つめて歩くことを心に決めていた。悔しい思いで他の四人が顔を歪めていたとすれば、それは私も同じであったが、それは、 警察との戦いに敗北したことへの悔しさではなかった。私は自分が正しい情報を分析もできず、主観的な願望でしょうからダイエット人民の軍隊が成長し、自分が立ち上がることで、次から次へと人々が革命に立ち上がり、弱者を抑圧する社会に終止符が打たれることを夢見ていた。その自らの浅はかさを思い知り、自分の幼稚さに悔しさを感じていた。 18時過ぎ、朝からテレビの実況中継を見ていた、坂東の実家では、坂東を逮捕が報じられると、父親が席を立ち、しばらく後に首を吊って死亡しているのが発見された。全国を股にかけ、逃走を続けた連合赤軍に対し、警察庁では、警備局、刑事局、全国の各管区警察局などが、人頭指揮を取り都道府県警察と総合調整を、 図って捜査していた。そして、連合赤軍に一派と遭遇し、銃撃戦に応戦した長野県機一個分隊の支給法を受けた長野県警察本部では、全県下の警察署に対し重大事案発生の方と、共に動員をかけ、軽井沢への応援派遣指令を出した。まず、山荘周辺の道路封鎖と強行突破を防ぐための警備部隊の配置。 連合赤軍残党の捜索を行うための山狩りと、主要幹線道路の一斉検問実施、国鉄及び、私鉄各線の駅での検問など、県警として考えうる限りの対応を実施した。また、長野県軽井沢にて、連合赤軍発見の救報を無線傍受していた、警察庁では、直ちに、後藤田正春警察庁長官の指示により、人質の無事救出、 犯人全員の生け取り逮捕、身代わり人質交換の拒否、書き使用は、警察庁許可などの条件が提示され、長野県警察の応援として、警察庁、警視庁を中心とする、指揮爆僚団の派遣を決定する。後藤田は初日朝に開かれた、記者会見で、何とかして、XX さんを無事救出したいという気持ちで、いっぱいである。この事件が凶悪犯罪であることは、 間違いないが、彼らはもともとインテリなのだから、彼らの心に訴えて慎重な作戦をとり、できるだけ字を見ないで解決したいと述べている。警察庁からは、長野県警察本部長、野中勲警視官と同格の丸山昇警視官を団長として、警備実施及び広報担当幕僚長に、笹敦幸警視正、警備局長大阪の菊岡平八郎警視制、 情報通信局の東野秀夫専門官、また、関東管区警察局からも、樋口春長公安部長など数人が派遣されている。警視庁からは、機動隊の統括式を行うため、石川三郎警視生、国松隆司広報課長、梅沢参事官など他にも多数の応援が向かった。後日、佐々幕僚長の要請で、警視庁警備部の宇田川慎一警視が、 現場情報担当幕僚として派遣される。また、宇田川警視もコンバットチームと呼ばれる、警視庁警備部の現場情報班を軽井沢に招集する。機動隊関係では、事件発生当日の警視庁の当番隊であった第9機動隊が、急遽軽井沢へ緊急派遣された。しかし、東京の環境での装備しかないため、冬季の軽井沢では、寒さの対策に苦慮した。 そこで、追加派遣に、第二機動隊が選ばれ、先に、現着している9機の現地での状況も考慮し、寒冷地対策を徹底して、軽井沢に向かった。第二機動隊が、追加派遣された理由については、諸説あるが、当番隊として先着していた第9機動隊は、当時まだ新設されたばかりであり、石川と内田は、元上司と部下の関係で互いに、気心が知れており、 しかも、警視庁予備隊時代から、機関機動隊として、歴戦の隊であるため派遣要請されたのではという説もある。9機も、現着した2機と一旦交代し、一度東京へ戻り、寒冷地対策をして再び軽井沢に向かった。さらに警視庁からは、防弾対策、放水攻撃実施などの支援のため特化車両隊も、追加派遣されている。警察は、当初は、 犯人の人数も分からず、また人質の安否も分からないまま、対応に当たることになった。後藤田長官の方針としては、当地の長野県警察本部を立てて、爆料団と応援派遣の機動隊は、支援役的な立場とされていた。しかし、現地の長野県警察本部では、大学封鎖解除警備などの大規模な警備事案の、警備実施経験がなく、装備、 人員等も不足しており、当初から長野県警察本部での単独警備は困難で、あるとの見解を警察庁は有していた。だが、どうしても地元縄張り意識が強く、戦術、更新、警備実施担当機動隊の選定などで、長野県警察本部と派遣幕僚団との間で、圧力が生じ、無線装置の電波系統の切り替えや山荘への偵察実施の方法など、 作戦の指揮系統についても議論が紛糾した。結果的には、長野県警察本部の監視機会などが、幹部に報告せずに、被疑者特定のための顔写真撮影を目的とした、強行偵察を行おうとした際、機動隊員2名が狙撃され、1名が重傷を負ったこと、包囲を突破した民間人が、 山荘に侵入しようとして犯人から拳銃で撃たれ、死亡したこと、さらに無線系統の不備や強行偵察時の写真撮影の不手際など、長野県警察側の不備が露呈し始めたことから、作戦の指揮は警視庁側を主体に行われていった。方位の中、警察側は山荘への送電の停止、騒音や放水、催涙ガス弾を使用した犯人側の疲労を狙った作戦のほか。 特型警備車を用いた強行偵察を頻繁に行った。また、立てこもっていると思われた連合赤軍メンバーの親族を現場近くに呼び、拡声器を使って数度にわたり説得を行った。犯人の親は説得において事件の最中の2月21日にニクソンアメリカ合衆国大統領が 中華人民共和国を訪問しており、国際社会が変わっていることを挙げた。なおニクソン法中のニュースについては、犯人側もテレビで見ていた。はじめは冷ややかに母親たちの説得を聞いていた、機動隊員らも、こう思う、親の愛情の深さに涙を流したと言われる。しかし、犯人は、警察が親の情を利用したとして逆上し、親が乗っていた警察の走行車に向けて発砲した。 長時間の検討の結果、クレーン車に釣った門剣で三層の壁と屋根を破壊し、正面と上から突入して制圧する作戦が立案された。建物の設計図などの情報が提供されて、作戦実施が決定された。警察は情報分析の結果、3階に犯人グループ2階に人質が監禁されていると判断し作戦を立案した。そこで、 破壊目標は、3層3階と2階を結ぶ階段とし、3階の犯人たちが人質のいる2階へ降りられなくするために、まず階段のみを限定的に破壊した。鉄球の威力が強すぎると、三層自体が破壊されが毛の下へ転落する恐れがあったため、緻密に計算された攻撃であった。なお、強行突入を前に、山層内のラジオなどで情報漏洩を防止するため、 報道機関と報道協定を締結している。次に3階正面の各銃眼を鉄球で破壊し、さらに屋根を破壊してから、クレーンの先を鉄球から鉄の爪に付け替え屋根を引き剥がし、特製のはしごを正面道路から屋根へ渡して、上から2機の決死隊を突入させる手はずだった。また、下からは1階を、警視庁9機、人質がいると思われる2階を、 長野県期の特別に選抜された各決死隊の担当で、あらかじめ三層下の入り口から突入させて、人質救出、犯人検索を実施という手はずだった。しかし、実際には、人質は3階で犯人と共に降り、また、3層破壊途中に、クレーンの撤去も停止して、再主導不能になってしまい、作戦の変更を余儀なくされた。 鉄球作戦の効果は2階と3階の行き来を不可能にさせたことと壁の銃眼を壁ごと破壊するに止まった。鉄球が停止した理由は公式にはクレーン車のエンジンが水をかぶったためとされているが、これは現場警察官のとっさの言い訳であり、本当は狭い操作室に乗り込んだ特化車両隊の隊長がバッテリーターミナルを蹴飛ばしたためであると言われる。本来、 屋外で使用されるクレーン車であり、多少の水がかかった程度では、問題は起きない。当時の警視庁、第9機動隊長であった大久保伊勢男は、鉄球作戦は失敗であったと回想している。笹も、作戦中に、クレーンが故障したため十分な効果を得られなかったと、している。ただしこの故障説については作戦に関わった土木会社の関係者によると、 故障ではなくて車両そのものが問題だったとしている。そもそもこのクレーン車は警察車両ではなく、米軍の払い下げ品を地元の民間会社が使用していたもので、そこに同民間会社の敷地内にあった資材から鉄板を切り出して操縦席に取り付けるなど、防弾のための改造を急遽施したものだった。また門献にしても専用の車両ではなく、 単なるクレーン車のフック部分にケーブルで補強した上で鉄球を取り付けた白物だったため、ほぼ一回限りの動作が前提であったことを、鉄球作戦に車両を提供及び操縦した白田組関係者が、テレビ番組、模型雑誌及び自動車雑誌で明かしている。2月28日午前10時に、警視庁、第2機動隊、同第9機動隊、同特化車両隊及び、 同第7機動隊レンジャー部隊を中心とした部隊が制圧作戦を開始。まず、防弾改造したクレーン車に釣った重さ1トンの鉄球にて犯人が作った3層の銃弾の破壊を開始。直後に2機が支援部隊のガス弾、放水の援護を受けながら犯人グループが立てこもる3階に突入開始。それに対し、犯人側は12ゲージ3弾銃、22、 後継ライフル38後継拳銃を3層内から発砲し抵抗した。この時弾丸が盾を貫通することが分かり、隊員は盾を2枚重ねて突入した。突入した2機4中隊は気づかれたバリケードを突破しつつ犯人グループが立てこもる部屋に接近した。作戦は当初順調に進んだが、作戦開始から1時間半後から2時間後にかけて、 鉄球攻撃及び高圧放水攻撃の現場式を担当していた特殊中隊長、高見繁光警部、二期隊長、内田直隆警視が犯人からの狙撃を頭部に受け、数時間後に殉職。さらに、山荘内部で上原二期四中隊長が顔面に散弾を受け交代したのを皮切りに突入を図った隊員数名が被弾して交代した。その他、 ショックによる隊員たちの混乱、犯人側の猛者、クレーン車鉄球の使用負の等が重なり、作戦は難航した。内田に機隊長が撃たれた後に、警察庁から拳銃使用許可が降りたものの、現場の混乱もあって命令が伝達されず、結局数名の隊員しか発砲しなかった。狙撃班も配備されていたものの、射程が長く殺傷力の大きな狙撃銃の使用は、 長官許可とされていたため、結局使用されなかった。ただしこの拳銃使用許可を受けて、狙撃班長、保坂町司警部により、屋根裏部屋の銃座に対する威嚇射撃が行われた。この銃座は二期隊長、内田直隆警視をはじめとして、多くの犠牲を出していたが、この威嚇射撃を受けて、伊手が退避し、無力化された。しかしその後も、犯人側は、 鉄パイプ爆弾を使用するなどして、隊員たちの負傷者は増えた。作戦開始5時間半後、作戦本部の移行により、隊長や、中隊長が戦線を離脱し指揮系統が寸断された2機を1回2回を担当とし、無傷の9機で3回に突入することを決定。また、放水の水が3層中にかかったことから、夜を越すと犯人と人質が投資する危険があったため、 当日中の人質救出、犯人検挙を決定した。また当初は指揮に関わるとして、部隊指揮官の意思を尊重する形で、ヘルメットに指揮官表示をしていたが、指揮官が次々と狙撃されていったことから、途中からヘルメットの指揮官表示を外すことを決定した。作戦開始から7時間半後の午後5時半から、放水によって犯人が立てこもる部屋の壁を破壊する。 作戦が取られ、午後6時10分、旧機隊長、大久保伊勢男警視から一斉突入の命令が下り、数分の後、犯人全員検挙、人質無事救出となった。逮捕時、犯人側には多くの銃砲や200発以上の弾丸、水で濡れて、使用不能になった3個の鉄パイプ爆弾、M 作戦などで収奪した75万円の現金が残っていた。 事件収束までの犠牲者は、警視庁の高見茂光警部と内田直隆警視の二人、そして犯人を説得して人質を解放するという意思で山荘に近づいた民間人一人が死亡した。また、機動隊員と新一放送のカメラマン計16人が重軽傷を負った。重傷者の中には、失明など後遺症が残った者も,もいる。また、 バンド夫クニが逮捕される直前、彼の父親が自宅のトイレで首吊り自殺している。遺書には人質へのお詫びと残された家族への気遣いが書かれていた。浅間山荘事件での犯人逮捕で、連合赤軍は幹部全員が逮捕され、事実上崩壊した。逮捕後の取り調べで、仲間内の隣地殺人事件が発覚し、世間に衝撃を与えた。また、 逃走していた連合赤軍メンバーも次々と出頭し、全メンバーが逮捕された。1972年9月5日、西ドイツでミュンヘンオリンピック事件が発生し、黒い9月により、人質全員が殺害され、日本国内に衝撃を与えた。事件後、警察庁は、全国の都道府県警察に通達を出し、重機投資用の重大突発事案が発生した際、 これを制圧できる、要特殊部隊の編成を行うこととした。1975年、日本赤軍によるクアラルンプール事件によって、浅間山荘事件犯人の一人である、坂東ニ夫が、長方機的措置として釈放され、日本赤軍に合流した。1977年9月28日、 釈放されたバンドが関与した日本赤軍による脱下日航機ハイジャック事件が発生した際、日本政府は日本赤軍の要求を受け入れ、身の白金を支払い、長方期的措置により6名を釈放した。だが、直後に起こったルフトハンザ航空181便ハイジャック事件での西ドイツ政府の強行手段と対照的だったため、国内外から厳しい批判を受けることになった。 この事件に対する教訓から、同年、政府は警察に、ハイジャック対策を主要任務とする特殊部隊を、創設した。この部隊が近年増設され、SAT と,と呼ばれている。本事件の裁判は、山岳ベース事件や革命左派単独の同志、粛清事件である、インバルマ事件等も含めた各メンバーが関与した、事件全体に対して行われた。当初、本事件の犯人は、 中東少年院装置が決まっていた加藤邸以外の4人全員が共同の弁護団による統一公判で裁判に臨んだ。しかし、徐々に被告官で事件に対する認識の齟齬や、それによる圧力が生じたり、日本赤軍が起こしたクアラルンプール事件の犯人による解放要求を受けた、坂東国の長期的措置による釈放、国外逃亡による離脱などの事情もあり、 最終的には、統一公判組と分離公判組に分かれることになった。統一公判組の第一新判決において、中野武雄裁判長は、本事件を追い詰められ、逃げ場を失ったボートが、血迷った挙句に観光した稲織強盗を投票する他はない蛮行であって、革命などとは何ら関係がないとし、これを権力に対する、殲滅戦とか、 内乱を目的とした戦闘などと主張するのは、誠に、少子千万、県境不快も甚だしいと言うべきである。ここには、革命の大義名分などは、微人もなく、直ちに植えたボートによる、無差別的殺戮があっただけであると断じた。坂口に対しては、本事件の、葬式者と位置づけた上で、犯行全部に共同正犯の責任を負うことは、当然とし、 二人の警察官が射殺されたことだけを見ても万死に値するとされた。統一公判組の控訴審においても、坂口は自ら主張してかつ主導して、三層内からの徹底抗戦を打ち出し、拠点としたベッドルーム内において、逐次状況を把握しつつ、他の者らを指揮しかつ特例して、警察官に対する殺害行為を行ったもので、あるのに照らすと、被告人坂口は、 共犯者の性によるものをも含めて厳しく、責任を問われるものであるとされた。本事件に関係した被告では、坂口博士は、死刑、吉野画報は、無期懲役、加藤治教は、懲役13年とそれぞれ判決が確定し、加藤帝は、中等少年院送致となった。なお、坂口への最高裁判所の判決は1993年2月19日で、 浅間マ山荘事件発生からちょうど21年であった。国外逃亡したバンドウ・クは現在も国際指名手配されている。警察関係者の中にはバンドが逮捕されるまで浅間マ山荘事件は終わらないと考えている者も,もいる。カップヌードルを食べる隊員、ありがとうございます。